やあみんな、エボソンだよ。ちょっとヒゲに関しては一旦触れないでくれる？ちょっとこれは置いとこ、突っ込まないで、ヒゲに関しては突っ込まないで今日の動画をやろう。うん。みんな知ってるかな？僕の友達ののすけ。同じく YouTube やってる友達なんだけれども、のすけのチャンネルでは、いろんな、ほのぼのとしたね、面白い動画出てるんだけれども、その中のシリーズとして、一つとして、〇〇あるある。いや、20連発とか、そういう感じのタイトルの動画、たくさん出してて、そのあるある動画ね、すごい面白いのね、最近すごく伸びてて、それで、数日前に、もう一人の友達のひなたくんも、底辺 YouTuber あるあるっていう動画を出したのね。その上、さらに今日の朝、もう一人の友達のふたばさんが、ふたばチャンネルで、演劇部あるあるの動画を出したんだよ。もう友達がね、みんな、あるある動画をね、どんどん出し始めてるからね、ちょっとね、次は僕なんじゃないかなと、僕が次あるある動画出さなきゃなっていうことで今に至ります。はい、今日の朝ふたばチャンネルの演劇部あるある動画見てバババッと台本書いて今ここにいるわけなんだよね。やるかということで、日本育ち外国人あるある10連発行ってみたいと思うんだけれども、正直な話、同じ日本育ちの外国人の友達をあまり知らないから、これに関して知る情報は僕と弟と姉からしか入ってきてないから、僕の家族だけのあるあるかもしれないから、とりあえずそういうことで、エヴァソン一家あるある10連発行ってみましょう。その1、髪の色でいろいろめんどくさい。うわぁ、金髪いいなぁ。いや、茶髪なんだけど、ありがとう、ね。マジ金髪っていいよね。だって染めなくていいわけでしょ？最高じゃん。いや、別に染めたいと思わないし、羨ましいわー。いや、逆に僕が黒だったらダサいよ。やべえな、金髪。いや、だから金髪じゃなくて茶髪。すげえ。ねえ、触るのやめてくんない？何もそんなに怒らなくたっていいだろう。これだから外人は。珍しいし羨ましがるのも分かるんだけれども、触る必要性はどこにあったのかとだってさ、いや色が違うんだよ。色が違うけど触った感じは別に変わらないと思うよそれは置いといても、高校の頭髪検査もね、すっごくね、ちょっと恥ずかしいんだよね。よーし、頭髪検査するぞ。髪染めてたらすぐに分かるからな。はい、じゃあ田中。なんだお前、キラッキラじゃないか。染め直してこい。じゃない。次それで投稿してきたら退学だぞ。はい。はい、じゃあ、鈴木。はい。なんだこれは、茶色混ざってるぞ。は、俺は。何してるんだ、君は周りにも見上げられる生徒なんだから、しっかりしてくれ。はい、染め直し。ごめんなさい。はい、じゃあ、エヴァソン君。はい。戻っていいぞ。はいはいはい。じゃあ佐藤。僕の見た目で明らかに日本人じゃないってのは分かると思うんだけど、確かにね、学校でやらなきゃいけないのは分かるんだけれども、この見た目でこの髪の色でさらに染めたいって思う人いないよね。さすがにダサいと思うその2、日本育ちってことを忘れられる。確かに僕のことを知らない人が僕のことを見たら、日本語わからないんだろうなって思っても仕方ないと思うんだけれども、僕から日本語で喋りかけてきて、それに対してこの人日本語わからないだろうなって思われることが意外とあるんだよね。若者にはあまりないんだけれども、もう少し年寄りの方には理解されてもらえないことが少々あります。これが友人の太郎くん。君が太郎くんね。どうも、エヴァソンです。Nice to meet you. My name is 太郎。それでゆうたくんによると、星のカービィが好きだそうで。Yes. ゆうた、ちょっとこの人にカービィウィーが特に好きって言ってくれる？いや、エヴァソンさん日本語わかるよ。はい、普通に日本語で大丈夫ですよ。sorry, sorry. No English. Japanese only. English no no. はい。ゆうた、お願い、本当に。He said he especially likes Return to Dreamland. へえ、なるほど。カービィウィーって現代のカービィの原型というか、今のカービィはこうであるみたいな定義づけてくれたような、素晴らしい作品ですよね。特に好きなコピー能力とかってあったりします？Yes, yes. はい。ゆうた、リーフって言ってくれる？いや、理解してんじゃんね、お願い。さっきから日本語しか喋ってないからね、この人ね。いいから。てかリーフも英語じゃん。あ、確かにそれはまだ許せるんだけれども、僕の友達で幼稚園とか小学校から僕をずっと知ってる人が、僕が今箸を使えることをいまだに驚いてる人たちは何を考えているのか、すごく知りたい。いただきます。え、これこそ箸使えるの？もしかして君も？うわ、すごいね。2歳半の頃から15年間日本に住んでて、さすがにそれで箸が使えなかったらそれは僕失格だと思う。日本に住んじゃいけないと思うあとこれも仕方ないと思うんだけれども、よく勘違いされるのが僕がカナダ人だからって必ず洋楽を聴くと思ってるってこと。俺最近さ、エンド・シーランとかテイラー・スウィフトとかヘイミアン・ラプソディ聞いてるんだよね。エヴァさん、なんかおすすめある？米津玄師とか。お前つまんねえな。全く聞かないってわけじゃないんだけれども、やっぱり僕としては大半は日本の曲の方が多いね。特にボーカロイドとかね。あとは僕にどう挨拶すればいいのかよくわからない人たちだね。これは本当に僕が高校で廊下歩いてた時に起きたことだからね。あ、こんにちは。こんにちは。え、その3、逆に外国人だってことを忘れられる。これはね、このパターンはね、嬉しいよ。これは本当に嬉しい。僕がね、昔ゲーム実況をしてた頃にもね、よく驚かれたんだけれども、声だけだからね、完全に聞いてて日本人としか思えないとか、外国人だと嘘みたいな。それすっごく嬉しい。僕個人的なことかもしれないんだけどね、僕の兄弟とか親だったら、どうかわからないけど、そういうのすっごく嬉しいです。それでこのパターンで一番面白かったのが僕の弟の話で、僕の弟には日本に住んでた頃に親友がいて、その親友は僕たちの、住んでるマンションの真上の階に住んでて、しかも弟と生まれたのが1月しか違っていないっていう、もう本当に小さい頃から知ってる友達の話なんだけれども、それがこちら。くらい、よっしゃ、必殺ストレートパーマンキャックソだ。マジか。ちょっと手伝って。あ、ごめん、ちょっとお母さん呼んでるから行ってきていい？うん、全然いいよ。ごめん、ありがとう。Hey, could you read something for me? Oh, sure. その4、英語の授業。僕の親は2人ともカナダ人だからこそ、もう家ではみんな英語喋れるわけなんだけれども、だから英語に関する知識は全然問題ない。バイリンガルだから。ただ、だからといって英語の授業は簡単ってわけじゃないんだよね。一応簡単なんだけれども、形容詞とか不定詞とか、なんかそういう謎の単語とかいろいろ出てくるじゃん。簡単だからといって授業を聞いていなかった僕はそういうものの意味が分かりません。はい、だからね、テストでこれを形容詞で答えなさいとかなんか出てくると、形容詞っていうものが分からないから答えられない。だから100点が取れなかった時の恥ずかしさが尋常じゃないんだよね。はい、じゃあテスト返すぞ。はい、静かにしろ。はい、今回はなんと100点を取れたのが2人しかいなかったんだよね。もうちょっと難しすぎたかな。は確実だから。あと誰だろう。はい、じゃあ返すぞ。まずは杉山。はいはい、どうぞ。おっしゃ、俺100点。はい、じゃあ佐藤。はいはい、どうぞ。私もだ。やっぱマジ？じゃあエヴァさんは？うるさい。それ以外にも英語の授業でよくあることが、学校の先生の英語の発音とか言い方がね、ちょっと違うとすっごく気になる。はい、それでは皆さん、リピートアフターミー。I cooked the kitchen in the chicken。I cooked my kitchen。先生、少しキッチンとチキン逆だよ。それ鶏の中で台所を焼いてるよ。違うよ。それだけじゃないんだよ。AET の先生時々来るじゃん、外国人の先生が教えるために。たまにね、その先生絶対英語第一言語じゃないだろっていう人たちがね来てね、すっごい間違える時もねあるんだよねはい、じゃあ皆さんお静かに。ミシャ先生が話しますよ。Yes, shut up, shut up 英語を教えていい立場なのかとすごい気になります。それ以外にも僕これも弟から聞いた話なんだけれども、友達がかっこよく英語の発音をなんかよくやろうとしてすっごい大失敗する時あるんだよね。周りの友達は全然気づかないのに。まあ見てない。はい、この通りですね。はい、親指があるんですけれども見てね。おお。すげえ。オーマイガー。何？いや、オーマイガーの本場の発音だよ。やっぱお前には分かんねえか。黙れ中二病。その後、バイリンガル問題。これはね、日本にいてもカナダにいても聞かれることなんだけれども、頭の中ではどういう言語で考えているのかと。これは本当にその時に誰と喋っているとか、何を読んでいるかとかによって、本当に変わってくるんだよね。ねえ、頭の中では何語で考えてるの？またこれか。めんどくさいな。Hey, which language do you think in? Oh no, not this again. その6、どこに行っても観光客。これはもう慣れたんだけれども、どこにいても視線が来るんだよね。僕の姉が出してくれた例が、スーパーにいた時によく子供に睨まれたりとか、珍しいから。そして僕は、高校が、僕のもともと住んでた年はもう少しもう国際的な年だったんだけど、高校がもうちょい田舎の方だったから、それに行く時に電車、すっごい見つめられたんだよね。いろんな人の視線が来て、しかも制服着てる外国人だからね、珍しいだろうね。あと国内で旅行する時の外国人観光客感がパない。まあ確かに外国人ね、観光客なんだけど、意味わかるでしょ。本当に外国人から来て全然わからないっていう風に見られちゃうのがちょっと恥ずかしくて、しかもその上浴衣とか着物とか着る時の違和感が半端ない。一番驚いたのが、うちの家族でディズニーランドに行った時に中高生ぐらいの男子かなが僕のお父さんに話しかけて僕たちと一緒に写真撮ってくれませんかって言ったんだよね。僕のお父さんはディズニーのキャラじゃないよ。その7、出身国に帰ると逆にきつい。考えてみてほしい。英語が全然喋れるにもかかわらず、日本の学校で育ってきたんだったら、日本の学校の授業で、いろんな単語とか習うでしょ。数学とか科学とか社会とか、今いろんなもので。それでカナダでそうやってくると、その単語も全部英語で覚え直さなきゃいけないんだよね。数学だったらまだ成り立つんだけれども、もう科学とかになるともうマジで無理で、もう歴史になるともう完全に違う国の歴史学んじゃってるからね。フランス語の授業とかもあるからね。幸いなことに僕は高校2年生の時から入ったから、その前までに日本で受けた授業の分はこちらの点数として加算されるから、フランス語の授業を一切取ってないのにもかかわらず満点っていう感じとして一応記録に残ってるんだよね、こっちの学校で。日本で受けた英語の授業の点数がそのまま反映されたの。ちょっとずるいかな。その8、外国人全員知り合いじゃない。エボさんってさ、マジライアン・ゴスリングに似てるよな。どこが？だって外国人じゃん。あとマカリー・カルケン、あいつも外国人だもんな。あと厚切りジェイソン。学校にいても他のクラスとか他の学年に外国人がいたら、友達なのかあるいは兄弟なのかと思われることも起きて、同じ人って思われることもあるからね。あ、エヴァさん、お前3年のブライアンって知ってる？ん？知らない。マジで絶対友達になった方がいいよ。あいつも外国人だからさ。その上、どこかで外国人の大人を見たら自動的に僕の親って勘違いされる。エヴァさん、昨日お前の母さん見かけたんだよ。どこで？イオンモールの本屋にいた。僕のお母さん昨日家出てないよ。だって人外国人だったよ。それただの外国人。どうりで人逃げたわけか。何したの君？エヴァソン君、昨日ね、テレビを見てたら君のお父さんが出てたんだよ。いや、嘘。マジで？驚いたね。いや、知らなかったよ。何に出てた？これ、英語で遊ぼうっていう番組なんだけれど。おい、やめろ。その9、文化のギャップ。日本に住んでても親がカナダ人だから、家の中では日本のものもありつつ、カナダの文化はもちろんあるんだよね。それに関して、一つあった、僕の姉に実際に起きた話がこちら。今回の、社会の授業では、グローバル化について。はい、喋っていきたいと思います。なんとですね、ここ数年で、なんと日本に住む外国人の割合がですね、2倍に増えたそうでして、はい、そうなんだ。1% から 2% になっただけだよね。それで外国人が増えることによって起きる問題、それの一つとしてですね、こちらまず、騒音、はい、騒音が、挙げられます。騒音、はい、これはですね、外国人、特に欧米の方で多いのがですね、家の中でパーティーをしたりすることが多いんですよね。マジそれ。それ普通じゃないの？はい。それとですね、ベランダにバーベキューを置く外国人の方もいるそうなんですよね。それも普通に置いてるんだけど、それってそんなに変？このようにこんな見た目をしてれば、日本にずっと住んでてもいろいろ問題が起きるっていうことは分かっていただけたでしょうか。これ今気づいたんだけど。PDR さんもこれと似てるシリーズやってたよね。パクリって思われちゃうよね。本当に全然そんなことじゃなかったんだよね。友達があるある動画出してたから、じゃあ僕にやったあるある動画出そうって、なんかハーフあるあるとかそういうし完全に2番戦時じゃん。まあいいか。いろいろめんどくさいこともあったけど、このおかげで会えた人たちとかできた経験とかもたくさんあるし、カナダの文化も日本の文化も両方楽しみで、本当に恵まれてると思ってる。うん、やっぱりカナダ人として生まれて日本で育ってきて本当に良かった。ちょっと待って、そのエンディングはちょっとさすがにもう完全にのすけと一緒になるから、いつもの僕のエンディングでいこう。ということで、見てくれてありがとう。すごろく寸劇はって思っている人たちもいるかもしれないけど、まだ今もう少しね、ちょっと手がつかない状態だから、まだ少しかかると思います。すいません。はい、また損じゃあります。はい。今回手伝ってくれたみんなのチャンネル概要欄にあるから、ぜひとも見に行ってください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、くそ。